はいどうもゆうじです今日はこちらのお話つイフェミ今度はフリー素材の人になんくせというお話ですなんかねここ最近つイフェミさんがおかしな論理を振りかざして各方面に絡んでいってるように感じるんだけれどもつイみさんなんかあったんすかね 今回茜沙耶さんという方に対して絡んでいるんですけれども今回このツイートに対して絡んでおりますえなんで胸があったらダメなのなんでイラストに胸の膨らみがあったらダメなのみんなサイズは個人差があるかもだけど胸はあるでしょなんで大きい胸がダメ個性じゃないの胸が大きい方は一生ちゃんとした広告にも媒体にも出れないのっていう風に言ってるわけですよまあおそらくここ最近の都城凜香さんとかまあその他のね つフェみさんたちがいちゃもんをつけているその性的表現だとかなんやかんやっていうものに対して茜小夜さんが思われることがあったからこそまあこういう発言をされたんだと思うんですよ。でさらにですね茜小さ夜さん自身も以前に身体的特徴を持ってつフェみさんから攻撃を受けてるんですよ。でそれががねこちらの件なんですが まあ転職サイトの広告に使われている方なんですねこの方が茜さやさんという方なんですけれどもフリーサイトのパクタソというサイトでまあフリー素材の人として今大変有名な方ではあるんですけれどもこの広告が問題だっていうことで突っ込まれてるんですよ何が問題かっていうと結構胸の大きい方なんですよこの方って。そそれがその広告にふさわしくない っていうことでその TPO をわきまえてないっていうことでなんやいちゃもんをつけられてるわけなんですよ。いやさそのいちゃもんもさ結局さ胸の大きい方を身体的特徴でただ単に差別してるだけとしか俺は思わないわけですよ。だからそんなことをねそのして何になるんですかっていうふうに俺は思うんだけれども、まあ、そのツイフェミたちにとってはまあ非常に重要なことなんでしょうねおそらく。でも 一般の人から見たらただの差別でしかないからそれってほんとやめた方がいいよっていうふうに思うんだけれどもまあなんやかんや理由をつけてね事故を正当化してこのねアカネサさんを叩いているっていう状況だったわけです。ここれが以前にあったことなわけですでそういった件やらここ最近起こったことをまあ鑑みてこういうふうにね自分自身のその身体的 特徴も含めてこういう発言をしたところまたついフェミさんに噛みつかれたというようなお話でございます。でそれに対して、まあ、ちょっとねおかしな論理を振りかざす方が一定数いたということなんですね。 で、まあ、8割から9割ぐらいの方が、まあ、応援してくださる方、はいこちらにもある通り応援の声が8割、9割なんですが中には否定派の方もいてそれにすべてはお答えできないのでまとめてお答えいたしますということで、まあ、どんなことを言っていたのかということを含めてささんが説明をされていますでよくある否定派のリプの種類のまとめということで分類的に3つぐらいに分けられるそうです。はい まず1つが胸をかくこと自体大きい人の広告自体良くないと思うよという方。 2番目が「よしよしされたいの好感度上げたいの」というふうに言う方で胸が大きいこと自体がダメだって言ったやつなんかいるいねえよなーっていうふうに言っている方が3この3種類に大体分類されるっていうことなんですね。茜かねさやさんが先にお答えこの後ねお答えするんですけどちょっとねこれについては少し思うことがあるので先に述べさせていただきたいんですけど。 まずさその胸をかくこと自体大きい人の広告自体よくないって思うって言ってるんだけれども例えばさ宇崎ちゃんみたいな事件があったわけじゃないですかそういう事件ってさ 献血の広告に使いたいっていうふうに思って宇崎ちゃんを使うと宇崎ちゃんとふくよかな胸っていうのは切っても切り離せないものなわけじゃないですか。でねそれとおんなじでこの人を広告に使いたいと思った時にその時にたまたま胸が大きかったっていうのと俺は何も変わらないと思ってるんですよだからねこうやって胸,を胸が大きいっていうことに対してダメだっていうのは俺は明らかに身体的特徴で人を差別していると。 思っているので俺はこれ自体が良くないと思うんですよそんなもん触れるなって話なわけですよ例えばね、このシーンにおいては胸の大きさを強調してそれを主眼において作品を作っている広告を作っているっていうことであればそこについて触れることについては問題ないと思うけれども今回のこういうことに関しては特に胸のことは関係ないよねっていうことでなんやかんや触れること自体が俺は間違ってると思うんですよツイフェミが、ね、何のためにこういうことをしてるかは俺もよくわからないけれども もう少しさあの TPO というものをあなた方は考えた方がいいと思うんです何でも性的に見ちゃってねそのエロにつなげて批判をすればいいっていうもんじゃないと思うんですちゃんと批判すべき時に批判をすることがフェミさんたちの役割ではあるんじゃないんですかっていうふうに思うんですよねでさこの「○」のさ「よしよしされたいの好感度上げたいの」っていうふうに言ってる人たちもさ ちょっととさずれてると思うのもう少しさおそらくこういう人たちってあの多分あかねさやさんの言ってることがおそらく正しいんだって認識してるんですよじゃなきゃこんなことにならないじゃん正しいこと言ってるから好感度が上がると思ってるわけでしょこいつ間違ってること言ってんのに好感度上がるなんていうふうに普通思わないわけでみんなから支持されるだろうなって思うことを言ってるって自分たちが認識してるから言ってると思ってるんですよ だからねみっともないからあの悔し紛れでこういうこと言うのはやめた方がいいと思うんです。と <laughs> とっても恥ずかしいと思うのよで3番目の「胸が大きいこと自体が駄目だ」って言ったやつなんかいるいねえよなーって言ってるんだけど俺見つけちゃったんですよ。 <laughs> ちょっとそれご紹介しますねあのはっきりとそういうふうに言ってないけど結果そういういいに言ってる人がいたんですそれがこれなんですけれどもなななんんでこんなに見当違いなの巨乳の女性やキャラがダメなんじゃなくて意図と関係ない広告に巨乳の描写を持ち込んだり TPO に合わない巨乳広告を選んだ企業や企業責任者が問題なだけなんだけど「巨乳の女じゃなくて巨乳の女を意図的に選ぶ精神が批判されてるんだよ」って言ってるんだけどもう「尻滅裂」とはこのことで意図と関係ない広告に「巨乳」の描写を持ち込んだり「巨乳広告」を選んだっていうんだけれども。 これって別に「巨乳」か「巨乳」じゃないかっていうことって別にどうでもいいことなわけじゃないですか。広告ののののイメージにその方が合うのか合うかかわないのかっていうことを考えた時に茜さやさんの広告もそうなんだけれどもたまたまその方が「巨乳」であった胸がふくよかだったっていう結果であって野崎さんの時もそうですよ。別に、 巨乳の子だからその方を選んだというわけではないっていうことをこの人は理解してないのかな結局ね、この方が言ってるのは 巨乳なんか選ぶんじゃねえよっていう風に言ってるわけじゃないですか胸の大きさが必要のない広告であれば巨乳じゃない人選べよって言ってるわけでそうすると巨乳の人は普通の広告には出ちゃダメだよっていう風に言ってるのと同じなわけですよそれって胸の大きい人をただ単に差別してるだけだっていうことをこの人はね全く理解してないんですよねあのこういうことを何も考えずに言っちゃうからツイフェミはおかしなことを言ってる って言われてるっていうことを自覚すべきだと思うんですよ。絶対おかしいものだってこの論理。巨乳の女性や巨乳のキャラがダメなんじゃないって言ってんだよ最初に。ダメじゃないよね別にね。ダメじゃないけどね全く関係ないその巨乳と関係ない広告に巨乳の女性を選ぶことがおかしいって言ってるわけですよ。でこの意図的に選んだっていうことがさ全く立証されてないわけで。 これがね意図的に選んだっていうことが立証されてるんであればその広告を作った人間が批判されるべきだとは思うけれどもその胸が大きいことを理由に選んだっていう風な言える根拠が何かあるんですかって話なんですよ。 それもないのにそんなこと言うのってただのイチャモンよただの言いがかりよただ単にこういう人たちがねまあツイフェミって言われる人たちが胸の大きい人たちが気に入らないってことなんでしょっていうふうにしか思えないんだよねそのなんでツイフェミさんたちがこういうことを言うのかっていう回答を俺は見つけてしまったんですよおそらくねこれがね多分ね スイフェミさんたちの内情だと思うんですけれどもちょっと読んでいきたいと思いますえ女性ですが応援していますえ結局妬みですよね妬み俺これだと思うのだから胸の大きい方とかその可愛い方とかそういった人たちに嫉妬してんだろっていうそのそれが嫌だからお前ら目に入れると惨めになるから表に出てくんじゃねえよっていうことなんだと思うんですよ バーストのある人を表から引っ込めて性犯罪が減るのかいいことあるのかって全然ですもんいちいち吠えて自分はお清ですアピールし同じ女性をわきまえさせてるフェミ自己満足そんな性作取心配なら通学路の防犯パトロールやればいいじゃんこの通りだと思います。だから完全にもうネタ見 ひがみ、そねみ、もうそういったものになんとかそれらしい理由をつけて述べているのがつ平美さんの述べている論理なんじゃないかなと思っちゃうんですよだからあっちこっちおかしいところがこうポツポツ出ててそれお前おかしくねって言われちゃうわけですよだって結局さその辺のなんかもっともらしい理由をさはいでいくと結局それネタみなんじゃねっていう風になっちゃうんだもの その茜沙耶さんだとか、都城凛香さんだとか、そのほか宇崎ちゃんだとか、そういったものにさ、噛みついてる暇あったらさ、もっと別なことでさ、その性犯罪を減らす方向に動いた方が、俺はもっと効果的だと思うんですよ、この方も言ってる通り。 だからこんな無駄なことしてないでもうちょっと有効なことされてはいかがですか自分のね妬みとかで動かずに本当に性犯罪を減らしたいと思って女性を守りたいというふうに思っているんであればもっと他の方いい方法があるんじゃないかなと俺は思う次第でございますじゃああかねさやさんはどのように言っているかということなんですけれどもえこのように言っておりますまず一の方々へ。 そういう意見もあると思います。ここで感じ方は違うと思うので尊重されるべきです。でも私は自分のツイッターで自分の意見をツイートしただけなのでご自身も今後はそうしていただけたら嬉しいです。私に反対意見をリプしたり引用リツイートをしたところで、えー、違う考え方なので折り合いはつきません。おっしゃる通りです。こっっち見んなよて <laughs> ことでしょ要は私のこと気に入らないんだったら別にこっち来なくていいっすよってまあすごくよくわかるかな意見の違う人と別に議論がしたいわけじゃないっていうことなんですよこの方まあ俺と同じかなと思ってて自分と意見を違える方と何かやり取りをして自分の意見に 変えさせるっていうことが時間の無駄だと思ってる人だと思うんですよ自分の意見に共感してくれる人賛同してくれる人を一人でも多く増やしたいっていう風に思っている方なんじゃないのかなと思うんですいや俺こういう考えがさ今後広がってくれるといいなと正直思ってるんですよなんやかんやさわけのわかんないこと並べ立てるとさやっぱり 勝つとしては少数なんだけどもやっぱりどうしても目についたりするわけですよ俺なんかやっぱりコメント全部チェックして読んだりもするわけで反論したくなったりもすることもあるんだけども最近はねグッとこらえて構うとめんどくさいからどう,どうせ構ってほしいんでしょと思ってさあんまり構ってあげないようにはしてる感じですえマの方々 SNS でよしよしされたいという思考回路が出てくることに笑ってしまいました <laughs> え好感度を上げたいなら自分の意見なんてツイートしない方がいい場合が多いですおっしゃる通り だから、あかねさやさんがこういうことを言うことによって好感度が上がるっていうことにはならないからね。さっきも言ったように、これで好感度が上がるっていうふうに思ってるってことは、あかねさやさんの言ってることが正しいんだって、そういうふうに共感してくれる人がたくさんいるっていうふうに、もう自分で分かってるってことなわけですよ。ただ、そういうふうに言われて悔しいから、こういうふうに言ってるんでしょっていう。負け犬ののえですよねえ丸さんの方々へ ちゃんとネットやツイッターで調べましたがいじめはなかったそんな低所得者はいない。 そんなな事実がないと当人や関係者ではないのに発言する人はちゃんと調べてパーツを理解した上で話しかけないと当人からしたら何を言ってるのというふうになります、えー「広告についたリプに怒ってるんだよ表に出るポスターに胸は必要ないって怒ってるんだよ胸が大きいのは怒ってないよ」って方「本人に来た誹謗中傷は知ってますか?」「ポスターに書かれた胸は普通サイズであったことも胸が大きいなら小さくする手術をしろ」と言われたことはこれ これひどいよね。 自分が体験していないことを真っ向から否定したい方は全てのデータを調べ上げてから初めてその人の目に触れる形で発言する権利が得られると思います3の方はまあわからないと思うけどみたいな上から目線の方が多くエビデンスが多く転がっている話題なのに調べず発言しててなんで上からと怖くなりましたいるよねこういう人ねわかります。持っっててててるる情報ののパーツががつでも欠けいいたらその人人発している言葉は当人にと に聞こえるし無意味だしただの雑音になります議論や討論をしたいなら全て調べた上で丁寧にリプするただ自分の意見を言いたいだけなら自分のツイッターで一人でツイートえ否定派の方々えこれでお互い気持ちよくツイッターを使えると思うので今後はそれだけお願いしたいです、ね、茜沙さ耶さんの気持ちねすごくよくわかるんですただねこのね否定派の人ってねかまってちゃんなんですよ自分の意見をね そのぶつけてどういう反応が来るかっていうことをすごく楽しみに待ってるので絶対なくならないからその胸が大きいなら小さくする手術をしろって言ってるのこれね見つけちゃったんだけどこれなんですよこれが昔なんですけれどももうねこのアカウント自体はなくて。 そのスクショだけけが残っててたんんでですすどこんな感じで送られてます今は手術で胸を小さくすることだってできるのにそうしないのは性を売り物にしてるってことでしょそんなこともしないくせに何が普段プライベートで生きてる時と同じだふざけんなっていうふうに言ってるんだけどあのこの広告の時についたリプらしいんですこれひどいと思うの身体的特徴なわけじゃないですか俺ささこれってさま例えるなら その中学校とかでさその髪染め禁止だからお前髪の毛茶色から黒髪に髪染めてこいっていうのとなんか変わんないと思うのよ。そそれここ本末転倒なことだし 胸小さくする手術しろって言ってんだけどさそんなさすごく大掛かりな手術だし時と場合によってはさその命に関わる場合だってあるわけじゃないですかこういうね手術をするってそういうことまで考えてんのかなと思ってこれほんとひどい暴論だよね。いやこんな ばっかりだからついへみさんはおかしなこと言ってるっていうふうに言われても俺これしょうがないと思うんですよ。そのあかねさやさんにしたってその性を売り物にしてるっていうけれどもそれはさ時と場合によっては自分のねその特徴である胸を武器に 写真を撮ったりとかそういうシチュエーションだってあるわけじゃないですか別にそういうことは構わないわけでも関係ないところで身体的特徴を挙げつらってお前性的にその胸をね使って性的な 売り物にしてると女性を性的な売り物にしてるっていうの俺は違うと思ってるからその時のさシチュエーションに合わせて大きくしたりちっちゃくしたりってできないんだものそう簡単にできることじゃないんだものそれはさ胸にさなんかパッドでもつけてる人だったらそれはそうかもしれんけどそうじゃなくてもともと大きい人なんだからさしょうがないじゃんねその小さくするっつったって限界があるのさらしまくっつったって限界があるんだからそれをね あ,のあんまり無理心しちゃダメよ。だからそういうふうに言うこと自体がもう女性をね、差別していることに俺はなるんじゃないかなというふうに思っております。ということで今回はですね、茜沙耶さんがちょっとおかしな論理を振りかざすついふみさんに絡まれてしまったというお話でございます。何かね、皆さん思うことがございましたらぜひコメント欄にコメント残していっていただけると大変嬉しく思います。あとはこの動画がいいなというふうに思っていただければぜひチャンネル登録をお願いいたします。以上